しても寒いな。ミノル、カイロとか持ってない？持ってるわけないだろ、春なんだぜ。こんな寒くなるなんて思わねえもん。そりゃそうか、先に行った3人も困ってるかもな。ミュウのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな、ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？こら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。もうやめてよミノル君。いきなり大声出すなよ、こっちまで驚いたじゃないか。ごめん、でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして？もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。何？トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな、外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのにどういうことかしら。ラッキー、すっかり止んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？
おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りにサキたちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね。サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ。きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ。なあミノル、こっちにも変なのがあるぞ。どれどれ。あ、タクマくんまで。もう、ほっとけ。俺たちだけでも探そう。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。あ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな、本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ、タコを祀ったのとか曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もうミノ
ル君ってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
なんだこれ。結構大きいな。すごい。これは遺跡？随分と古いもののようだ。なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが。ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか。いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。カイトは祠に行っちゃったし、僕らは手分けして探そう。そうすればすぐに見つかる。待った、タクマ。バラバラになるのはまずい。俺たちも迷っちまうよ。あ、そうか。じゃあみんな固まって。僕らも行こう。おーい、サキー、リョウ。いたら返事をして。いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。壁一面に絵が。これはすごいな。ああ、すげえな。なんつうか圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。なんでだろう、これすごく気になる。たくまくん、よしましょう。なんだか怖いわ。ま、先にあいつらを見つけてからにしようぜ。それも、そうか。君たちは。あ、どうも、はじめまして。誰？そ
そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？あ、その、僕たちは…そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。
なんだなんだ。あ、この子ミュウちゃんじゃない。どうしたんだ、何があったの。なんか変なのにいきなり出くわして逃げて。あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、サキ。ソウト、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだこの霧。確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。これうかつに飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりサキさんは、さっきの悲鳴って一体。こっち来ないで。何。何かに襲われてるの。痴漢とか。こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。うん、なんかうごめいてるぞ。なんか今光らなかった。さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。それにしてもなんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ、リョウ、大丈夫か。待って、何かいる。なんだあれ、石像。違う、動いてるぞこいつ。なんだって、そんなバカな。またあの音だ。この変なやつが出していたのか。こっち来んな。あれは何なの。おい、どうした。さっき悲鳴が聞こえたが。ミュウ、そこにいたのか。待ってて、サキさん、今助けるから。あ、葵ちゃんなの。待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。変なのがこっちに。どうします。来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。何やってんだ、早くしろよ。あれは獣神、まさかそんなこと。まずは話しかけてみよう。そうだよ、
子供が何か被ってふざけてるんだろう。おい君、待てよ修二さん、子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。シュウジさん、危ない。タクマくん、なんだこいつ、カスってこれほどなんて、とんでもない力だ。大丈夫か。あ、すまない、君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。やめろ、葵さんに手を出すな。あ、いっ、てなんてバカ力だ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ、みんな大丈夫か。大丈夫か、タクマ。ごめんなさい、私のせいで。みんな！いつの間にか囲まれている。まずい、だんだん近づいてきているぞ。あれ、なんだ、フラフラする。それに霧も濃くなってきた。みんな大丈夫か。みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。うわあ、シュウジさん、どうしました。
のか。ここ神社の下なのか。地滑りに巻き込まれて落ちてきちゃったのか。あ、そうだ、みんな無事なのか。頭がズキズキする。追ってきていないな。おお、誰かいないのか。通話可能エリアの外？ダメだ、電話は使えないや。今、何か動かなかったか？何かいる。あの岩みたいなやつなのか？音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。
さっきも似たようなことがあったような。目には見えないけどいる。だったら触ればわかるかな。怖いけど確かめなくちゃ。そーっと、あれ、いない。いや、草に跡が残ってる。僕が近づいたから逃げたのか。近づかないで確かめる方法はないかな。スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。撮影したら姿が見えるんじゃないか。よし、やってみよう。なんだ今の。一瞬だったけど確かに何かいた。これなら見られるんだな。でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。辺りをスマホで見てみるか。手がかりがあるかも。うわ！なんだこの生き物は。変な生き物？喋ってる？うわ、こっち来るな！こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ？なんなんだこいつは。こいつじゃない、僕コロモン。
コロモン？お前って呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。そう、僕タクマのことずっと前から待っていたんだ。どうして？どうしても何も、どうしてなのかな。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供、初めて見るのになんだか変な感じ。たくまに会えて嬉しい。必要でここに来るのずっと待ってた感じ。必要ってどういうことだ。とにかく僕にはタクマだけなんだ。僕はタクマをずっと待ってたんだ。なんだよそれ、意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは、大人ってことだ。それは違くて、とにかく子供じゃな。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐむきになるところも。うるさい。いいからこっち来るな。うまくあいつを振り切ったぞ。しかし一体何なんだ。あんな生き物見たことないし。それなのに不思議なもんだな、そんなに怖くはなかった。夢じゃないよな。え、こいつ僕らを襲った岩のやつか。
たのか。この距離では逃げ切れない。この野郎、そうそう舐められてたまるものか。見た感じ動きは鈍そうだし、油断さえしなければ。なんか突進してきた。でこいつ。まずい、また突進してくるつもりだ。お前は衣？こいつは気が立っている。早く逃げて。待って、足がすくんで。僕がこいつを引き止めてるうちに、さ、早く。さ、かかってこい。なんだよお前、弱っちいじゃないか。僕なんて構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマを守らなくちゃ。ダメかも。あ、まずい。これでどうだ。おい、お前、こっちだ。ギギギギギ。よし、そうだ。お前の相手はこっちだ。衣、せめてお前だけでも逃げろ。それはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。ああ、僕もなんだかやれそうな気がしてきた。タクマ、僕、行かなくちゃ。え、おい、一体何を。大丈夫、タクマ見てて。言ったでしょ、僕はタクマを守るって。コロモン進化。Thank you.
僕の番だね。僕の番だね。